最新鋭対艇型潜水艦が続々就役で、世界一の潜水艦技術と潜水艦の戦術を持つ非凡ですが、今回は、またまた、潜航進路や最新鋭技術について詳しく深掘りしていきます。次世代エンジンが開発されているのはご存知でしょうか。原子力ではなく、新たなエンジンの動向にも注視していますが、日本の潜水艦に搭載されるのは、まだ先になるのでしょう。音が出なくてってなると、リチウムイオン電池が今のところ最強でしょう。潜航深度は900メートルが理想でしょうが、どうなんでしょうか。2022年3月、無事に、就役の日を迎えた大艇。漢字では、大クジラと書きます。この艦が就役したことによって、長い間、海上自衛隊が目指してきた潜水艦22隻体制が完成したことになります。2017年、平成29年から、建造が始まった大艇型は、通常動力潜水艦としては、世界トップレベルの潜航能力を備えています。鉛蓄電池より、多くの電力がもと早く満ちる放電できるだけでなく、水素ガスも発生しないリチウムイオン蓄電池の特性を最大限発揮できるような設計が大きなポイントと言えましょう。潜水艦の航行方法は、ディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回して推進します。潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出し、外気を取り入れながらディーゼルエンジンで航行することになりますが、大艇型4番艦からは、潜航しながらでも蓄電池を充電できる新型スノーケル発電システムを採用したので、これまで以上に効率的に潜水艦の充電ができるようになりました。日本近海では、今、アメリカ陣営と中国陣営による合同演習などの活動が活発化しています。アメリカ陣営には、イギリスやオランダなどの軍艦が、中国陣営には、ロシアの軍艦が参加しています。これらの艦艇は、目に見える作戦で相手を威嚇する効果があるでしょう。しかし、戦闘機がステルス性能を高めているのと同様、海洋作戦でも重要なのは見えない行動です。海洋国家日本では、潜水艦の能力が、防衛力の鍵を握ると言ってもいいでしょう。確かに、潜水艦は、超音速ミサイルや戦闘機などと比べて目立たない存在ですが、日本製は世界一の能力を持っていると定評があるのです。2021年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリアは新しい安全保障の枠組み、オーカスを創設すると発表しました。同時に、アメリカ、イギリスはオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定したので、オーストラリアは、フランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄したのです。オーストラリアが、フランスの潜水艦開発を中止した理由は、以下3点と思われます。一つは、建造計画が大幅に遅れている。二つ目は、選定後5年間で、アメリカと中国の関係が悪化した一方、フランスは、この二国間で独自路線を取ろうとして、アメリカ陣営から距離を置いている。三つ目が太平洋を知らないフランスの潜水艦での防衛に不安が出たことと見られます。潜水艦の評価ポイントは、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力の三つとされています。2016年、平成28年、日本はオーストラリアへの潜水艦売却交渉でフランスと競いましたが、負けました。陰には中国の横やりがあったと囁かれているようです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関を搭載しているので、エンジン駆動で蓄えた電気で航行できます。リチウム蓄電池の性能が向上したので、静粛航行時間も大幅に伸びました。航行可能深度は500メートルとされます。アメリカの原潜以外の世界のほとんどの潜水艦は400メートル以下が限界なので、その真下を航行できるというわけです。ちなみに、アメリカやイギリスの原潜は、艦内で酸素が生成できるので、航続距離は非常に長いのですが、蒸気でタービンを回し続けるので、騒音が出ます。つまり、静粛性では日本より劣るということです。
探知能力は、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を高性能コンピュータでスピーディに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けるすごい能力を持っていますし、レーダーは、潜水艦配備と衛星、対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。これに、日本、アメリカ合同演習で培ってきたアメリカのレーダー網からの情報が加わるので、日本海側全般、太平洋側では、中国が第二列島線とする範囲、サイパンやパラオ、グアムまでを含むを探ることも可能と言われているのです。攻撃能力ですが、魚雷の推進速度と距離に関しては、終戦直後の一時期を除けば、第二次、世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けています。また、タイゲイ型は、潜水艦上部から海上に向けて打ち上げるミサイルも搭載可能なので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両方から攻撃できることになります。ある雑誌に、防衛タブー誌の付けか、消えゆく企業という特集記事が掲載されました。内容は、防衛に携わる企業が苦境に陥っているというものです。もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、カーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきと思われるものがあるということでした。それは、大学研究機関の原子力関連機器研究です。日本でも、小型原子炉の導入議論が高まりつつあるのですが、原子力関連機器研究をしているのは、基本的に企業だけになってしまったので、技術開発の裾野が狭くなり、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行っているのです。技術立国、日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連の補助金を減らしたのは政府ですよね。日本の技術をより進歩させれば、源泉特有の駆動音を静粛化できるかもしれないし、製造技術ならば、ワイオミング州で建設が始まるアメリカ製の小型原子炉以上に安全性の高いものが作れるかもしれないという人もいます。しかし、すでに消えてしまった研究組織を復活させなければ、話は始まらないということです。さて、もう一点、日本の強みは技術力だけではありません。これまで培ってきた、熟練した乗組員や地形などを熟知することも含めた運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が、津軽海峡から太平洋に出て大隅海峡を通って東シナ海に入りました。両海峡の公海部分を通過した形になります。これは、安保の専門家が日本領海に開いた穴として問題視する場所ですが、アメリカの核搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあり、中国が第一列島線アリューシャン列島から、日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に出るための穴でもあるのです。日本にとっては、正反対の重要場所とも思われます。この中国、ロシアの航行について自衛隊が取得した情報によると潜水艦はいなかったようです。というのは、津軽海峡では潜水艦も浮上して航行しなければならないからです。この海峡は入り口の両岸距離が狭く 19km、深度は青函トンネル最深部の真上で 140m、しかも日本列島特有の凹凸が多数あって、公海部分は太平洋側付近で40度ほど右折していると言います。なので、潜水艦が先行したまま通過するとしたら、低スピードでジグザグ航行しなければならないのですが、公海部分からはみ出て、日本の領海を侵犯してしまうことになります。それを避けるために、津軽海峡を通過するときには、潜水艦も浮上しなければならないのです。公海部分を津軽海峡に設けたことを批判する人の意見は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶には、無害通行権を与えればいいというものです。ところが、仮に、外国軍艦が、調査活動などを理由に通行申請してきた場合、日本がノーと返答するのは難しくなります。その場合、潜水艦は、津軽海峡を先行したまま堂々と通過できてしまうのです。日本が、
津軽と大隅の両海峡に高架を設置したのは、地形などを熟知し、また、第二次世界大戦前から潜水艦運用能力を培ってきたことによる判断と思われます。見えない行動をする能力と、されることへの抑止力は、いわば表裏一体です。自分、領土、技術、人材を知って初めて実現できるものですから、両海峡の例は、その典型と言えましょう。